今回は APEX のチーターが使っているヤバすぎるチートの種類を8点ご紹介していきたいと思います。1個目というその名の通り受けるチートです。2個目、アイテム ESP、 地面に落ちているアイテムやデスボックスのアイテムなどを見るチートです。3個目、ダメージ増加、銃弾の威力を変更し一発あたりのダメージを上げるチートです。4個目、ダウン撃ち、ダウンしたまま銃を撃てるチートです。5個目、回復撃ち、回復しながら銃を撃てるチートです。6個目、無限レプリケーター、クラフト素材を無限に出せるチートです。7個目、アーマー増殖、アーマーを増殖させるチートです。何に使うかは不明です。8個目、コンバーター、ハードウェアチートですが、マウスをパッドと誤認させることによってエイムアシストなどをつけるチートです。バレないので一番害悪とも言えます。普段は APEX の動画とか投稿してるから、そっちも見てね。